水野氏水野氏は、姓和源氏を称する日本の士族。戦国時代には、小川城、刈谷城を中心に、尾張国南部の知田半島と三河国西部に領地を広げ、小田氏や徳川氏と同盟を結び最盛期には24万国とされる勢力となった。宗家のほか、大高水野氏、常上水野氏などの諸氏があった。宗家は、徳川家康の母。 伝通院の実家にあたり、江戸時代には徳川氏の外籍家として勲された。流栄機関では岡崎府大とされる。近世大名家を輩出した一族の一つであり、また、江戸時代中期から後期には、幕府の老中に人物を輩出し続け、教法の改革や天保の改革に関与するなど、国政を握った。幕末期においては、下宇左右期藩、鶴河沼津藩、 上佐鶴巻藩、出羽山形藩の各藩の藩主が、水野氏であった。その他、漢文7年、1667年に改役となった上野安中藩の藩主や紀州藩の、不賀老であった伊新宮城主もこの一族であった。水野氏の出自は、関西へ、おさむ初家府では、清は賢治矢島支流と称している。陳府将軍玄藩聖を祖として、 万世の七世今後の浦野重房の代に至って、尾張知多軍が軍教小川に従して、小川氏、小川氏称して、その声清は、春日井軍、水野号に一時期従して、水野とも称するようになったという。幼児の地とされる道春日井軍、水野号、瀬戸市水野には、古代から続く官務兵士両権流を定し流、水野氏狩り、厳世小川氏流水野氏と婚姻関係が生じていた。 可能性がある。その一方、水野氏のもう一つの名字のこちとして、京都佐賀水野の里があるとする説が、関政府には記されている。すなわち、右大臣、この上道行の故郷村は、山城国西佐賀の、葛野郡水野優に重視水野家と称していたが、これが、同族の水野清房、果十字清房の用紙となったことにちなむという。この伝承は後世に、 水野氏が藤原北家この家と称する根拠の一つなったと考えられる。その後、京村の小正常は、阿久井京、小川の自頭職に任じられ、主として小川姓を称するようになった。以後は、西房の代まで、下軍小川にて御家人、自頭職を務めたという。南北朝時代に、小川西房は、時ただ氏,氏の攻撃を受け、この新行と共に戦死し、小川合戦。 孫の信康は、先祖の古地カスガ軍、水野郷へ移り再び、水野を称した。その後、早々、水野忠義は、下田軍小川に戻り潜在し勢力を蓄えと岸に備えた。水野忠義は、帝主の父である。戦国期において、水野氏が勢力を伸ばすのは、15世紀中頃水野、忠島守が、終わり国下田軍、小川、 現在の千田郡東浦城を小川に、小川城と、尾張国と狭い入り江、現在の境川及び藍妻川を挟んで隣接する三国壁海軍に、刈谷城の二つの拠点を置いたのに始まる。その後、水野氏は、千田郡大野の佐治氏、厚見郡の戸田氏と争いながら、勢力を広げ、大高城、常名城、亀崎城、宮津城、和室家城などを有した。水野宗家は、 水野忠政の時には、手守る以来の小川城と刈谷城を領有した上、下半島を南下、佐治市、戸田市を圧迫し、三河においては西尾城の木良市を圧迫した。水野市は当初、今川市やその三下にあり、近郷に拡挙する松平市との関係が深く、特に松平市とは頻繁に通婚していた。この時期において、水野は松平と同等の勢力であり、 徳川家康の母殿通院、水野忠政の娘の入与もこの流れによるものであった。忠政死後は、水野信元、忠政次男が継いだが、彼はそれまでの親今川路線を変更し、織田信秀と同盟、四季水同盟を結んだ。このため、松平宗家の松平広忠、が、徳川家康の父に嫁いでいた、信元の妹、お代の方は離縁となり、刈谷に帰り、 九正家に嫁ぐまでの数年を、狩屋城近くの新井の木屋敷で過ごした。水野信元の弟、水野信近は、永六三年、1五百六十年の桶狭間の戦いにおいて、城代として狩屋城を守ったが、戦いの直後に今川家臣、岡部元信に城を攻められ戦死した。水野信元は、永六五年、1五百六十二年には、 徳川家康を支援し、信長と家康の同盟、清須同盟を仲介し、その後も水野総領家として、三方ヶ原の戦いや、長島一向一期との戦いに参陣した。しかし、天正三年、1575年、水野信元は、突如、信長に武田勝頼への内通を疑われ、佐久間信盛の残言によるとされる、徳川氏を頼り逃亡を図るが、 織田信長の命を受けた、徳川家康により殺害された。これには、織田、徳川領氏の陰謀による水野氏排斥であったとする、見方もある。この時、後継ぎであった、水野信政、信近の子も殺害され、ここに、水野氏は断絶となる。天正八年、1580年難を逃れた。一族は信長に再高を許され、水野忠政、四男、水野忠盛は、 尾有国小川,小川の水野忠政、旧南、水野忠重は、刈野の丘陵に服した。この時、水野忠重が信元の家督を継いだ宗家の継承者とされたことは国高から見ても明らかである。小川城を継いだ水野忠盛、水野忠政、四男は、天正十三年頃に、秀吉に背き小川城を退去したが、その着南、水野忠元は、 徳川秀忠の側近となり下卯山川藩主となった。子孫からは、教法の改革を補佐した水野忠行や天保の改革を主導した水野忠国など、著名な老中を輩出した。狩野城を継いで宗家となった水野忠重は、信元存命の頃から徳川家康に仕えていたが、水野家再興後は、織田信夫に仕え、信夫が、橋場秀吉と交話してからは、 秀吉の家臣となった。秀吉の命令で一時伊勢国神戸に転法されるも、ほどなく、狩谷に服し、秀吉の死後は、徳川家康に従うが、関ヶ原の戦い直前に、石田三成法の輝持ちに殺害された。ただしげの後を継いだ長男、水野勝成は、若い頃は乱暴者であったが自由に引いて、特に、大阪夏の陣では抜群の軍港を上げ便を、 福山藩十万国を有する大名となった。忠重の次男、水野忠種と四男、水野忠をも共に、家康に仕え、忠種は三河国内一万国を有する大名に、中世は駿河沼津藩水野屋及び、上佐鶴巻藩水野家の祖となった。若い頃から、信長の直親であった、水野忠史文、水野忠政、八王は天正六年、 1578年有岡城の戦いで戦死したが、その小水野和家長は、賀茂氏里と徳川家康に仕え、小川城主を経て、上野安中藩水野家の祖となった。また文長の弟、水野和夫も徳川家康に徴用され、紀徳川家の御不可労なった。水野家は、戦国期の終わり三河において、お出し、 松平氏と並ぶほどの大豪族であった割に資料が少ないが、これは上記の佐久間信盛の残言による水野信元中殺による一族離散の折に多くの資料が一致してしまったためであると考えられる。また、刈谷氏が主張する刈谷水野枝家の存在は、一応代,代が松平家を離縁となった後で小川ではなく、 カリアに重視したことに緊迫した桶狭間の戦いの中で、水野信親がカリア城に率いた軍勢がまりにも少なく一家の主としてはありえない状況で伝承される通り状態であったと考えられる。などから、その主張に無理がありすぎると言わざるを得ない。一政府では以下のごとくである。一、手守る黒次郎十郎座衛門倉人調教元年。 1487年5月18日卒、法名、厳出前通年51。官営系図も同様であるが、賢章及び、清忠については、棒を落とし、法名のみを挙げる。ただし、清忠の没年の記載がない。四輪祖は、帝、守るから、ため名、下野守るから、賢勝る、倉人から、忠政とする。官営系図。 水野羊猿で忠政の兄弟とされた、東介、水野成政は、関政府に現れず、代わりに、清忠が長男として、左近大部、清重という人物が登場する。清信の子、水野正重は、関営系図に、清久として現れる。通称、太郎作もしくは左近。関政府によれば、天文14.1545年生まれ、 桶狭間の戦いの後、家康に仕えて、軍港を示し、慶長七7.1602年に宣告を与えられて、旗本になるという。実際は信元に仕え、その死後、家康のご家人となったようである。松平木にその名を見せるほか、この人物の覚書、水野左近覚書、水野木巻十五の内容が、武徳編年修正や、官政府の記事として用いられている。宗家は、 死子なく、絶家となるが文家に、紀州藩に仕えた子孫がいる。また、元定め子孫は、その経緯は不明としながらも、水野を名乗って、江戸旗本となっている、水野重貞に始まって、水野紀、水野久、水野信らの名前が見える。元京の妻は、水野信元の娘で、信元殺害後、元京は、千田に沈居するが、子孫は、徳川義直に仕えた後、 徳川家信の憂筆、御家人を経て、明和五年、1768年、徳川家春の時代に、旗本となっている。忠政の兄とされる、水野成政の系譜。関西部、六巻百十六校と、新編東浦町史資料編三所集の建婚院、所蔵、水野系図、水野氏着流略系図及び、岩見守る水野氏後系図による。 水野氏着流略系図ではこの家を着流とする。しかし結城水野家との間に着所についての争いがあったという、完成付録三十五ページ及び百十六ページ。長勝は、父、生涯の時二歳。母と共に、刈屋へ逃れるが、母が松平家広に再婚するにあたり、片野原へ同行、家広の養育を受けるという。後の長に仕えて、 石ヶ瀬の戦いに参加。信長の死後は、北条氏政に仕え、小田原征伐では、八方城主、北条氏国の敗下となっていた。北条氏滅亡後、天正十九年に、家康に仕えて、武蔵国小薄間軍に八百国を与えられる。慶長七年伏見城番、同九年十五位した、岩見守となる。慶長十四年伏見にて死去。七十八歳。 長勝の子、水野忠仕が、近畿八国の奉行職を務め五千国。その子、水野忠明は大番頭で六千国を与えられて、十五位下に助任された。なお忠明は、水野忠清の四男で、時代、水野忠富、次々代、水野忠秀はいずれも松本水野家三代、水野忠直の子である。それゆえ、水野忠仕の直系となっている。 一、聖祖、正元、半左衛門川内守亭主の次男。居城は、常滑城、愛知県常滑市山形町で、忠綱及びその子の墓所は、同志山形町後の百六の甘沢院である。聖祖の名が見えるのは、関政府の海。関永経図の、水の羊猿では、王、山城守、法明家かもめから、森寺、剣持とするが、 忠政との関係は明らかではない。また、シリンソマキ十六は、大和守る、床城主から、大和守るから、森高、剣持都市、大和守る、床城主を忠政の兄弟とする。ただし、これが、関政府に言う剣持、ただつのことなのか明らかではない。子孫は、川内守る、主審が、犯罪門を名乗って大目付け、後に、大見旗元となった。 また戦死した、新七の後には、信本の孫八郎栄門、あるいは新七郎が養子に入って、水の褒みやびを名乗り、終わり藩士となっている。主神の母所は父、森高と同じ京都、天竜寺の英明院、道長六十、養子に入った、褒みやびのそれは、常滑社編六十四の創新寺である。一、ため前大善用活、蔡忠守るの弟居城は、 大高城、名古屋市緑区、大高町、城山。しかしこの、大高城については、愛知県竹豊町東大甲周辺を、上遊域とする復帰城とみなす遺説もある、仮足し、大高城は、忠盛の頃に、今川方の山口京次の長略によって落城し、桶狭間の戦いが起こった。その後、大高城主に復帰したかどうかは定かではない。は、 忠政の娘を妻としたが、仮足氏ではこれを否定する。関営経図、水の羊猿では、忠政との隕石関係を記述していない。関政府では、ま勝の聖母の記述はない。大善之助忠盛とその室、忠政の娘は、共に、聖母常年不明であるが、忠盛の子、ま勝の少年を、関政府の記述から逆算すると1505年となり、忠盛室の兄、 忠政の少年が1493年であるから、正勝が忠政の娘の実子でないことは確かである。江戸時代は、吉森と正勝の子孫がそれぞれ、旗本となった。河和城、愛知県三浜町河和山西谷主、戸田守光と水野信元の娘、明、宗信二とは、姉妹となるとの子、三安を外する。天正18年、1590年。 七森光は、秀吉貴下として参加した小田原征伐で討ち死に、夫の死後、提発した母名言にと共に、江戸で伝通院の庇護を受ける。慶長2年、1597年母方の姓を名乗って、水野光康となり、家康より700国の治業を与えられる。慶長6年、1601年幸和座とに服して1460国を与えられ、後に、 終わり藩士となる。同じく子孫は、終わり藩に仕え、幕末に至るまで旧講和城下に、屋敷、講和屋敷と呼ばれていた、らしいを持っていたと。泉守忠重の小日向、守勝成を外する家で、水の一族の宗家筋に当たる。領地は、三河狩屋より、山小氷山、貧乏福山といずれも、数用の地を任された。第五代。 マサル神が2歳で溶接すると後目を失い断絶となるが、名門の家柄が惜しまれ、カツナリの孫であるカツナガが後目を継ぎ加盟の存続が許された。以後、愚くながら幕末まで存続するが、明治維新には隠居した、カツ進むと当主であるカツ友が勤労と砂漠に分かれ、対立し、巨城の有機城を奪い合うことになった。明治期に十王流から養子に入った、は、 貴族院議員として様々な政界工作に深く関わったことで知られる。歴代当主は以下の通り。なお、個別ページのある当主にはリンクを付した。水野勝成の弟、水野忠種を外する家、関ヶ原の戦いの論功交渉により、三河国内に一万国を与えられ成立する。しかし、慶長十四年、1六百九年の弟東三東浜松、藩主。 松平忠頼を招いた茶会において、忠種神と、忠頼家臣が口論を起こし仲裁に入った忠頼を、忠種家臣が殺害してしまい、忠種は切腹を命じられ、廃藩となった。勝成の弟早戸節中生を外する家、代々、では守るを名乗り定官官に詰めた。領地は、上野尾端より、勝成ナ後の三河刈谷に入りそのご同国、吉田。 シナの松本と移る。しかし、松本藩主時代の教皇十年、1725年に、第六代早戸生忠恒が、江戸城中で人情事件を起こしたため海域となる。その後、叔父、では守る忠国に、加盟存続のみが許されたが、その後、では守る忠友が家春の側近として活躍したため、明和五年、1768年三河大浜にて、 大名に復帰する。さらに、安永6年、1777年には、駿が沼津城を与えられ、白持大名となる。大名復帰後は、当主が、川用人や老中といった、幕府養殖に就任する機会が多くなった。明治元年、1868年、徳川家里の鶴が府中入法に伴い、所領5万国のうち2万3700国を、 上崎熊に移される。歴代当主は以下の通り、中世の子、巣を守るただますを外する家、無常の新規取り立て大名として、菊間縁川に詰めた。正則元年、1711年に、第二代秘前守るただたかが、大阪定番に就任した際に加像されて大名に、列した。その後しばらく領地に居所を作らなかったが、 京方十年、千七百二十五年に、安房法上の陣屋を居所とし、文政十年、千八百二十七年に、カ佐鶴巻に移転した。当主は、大番頭や若年寄りといった役職に就任する、機会が多かった。水野勝成の子、成貞は、旗本となったが、その子、茂行、十郎左衛門治療三千国が、 万髄院長兵衛と乱闘し殺害したことは不問に、処されたが、その後業績怠慢により、母の実家の八す家に、お預かとなり、表情のために召喚された時、酒焼きをそらず気流しの伊て姿で出頭し、あまりにも不敬なので即日切腹となり断絶した。その後、弟の水野忠しが、旗本として召し出された。水野男女中分長を外する家、 新規取り立ての上司として、眼官に詰め、大番頭や総社番といった役職に就く機会が多かった。領地は、水野市の土地である、尾張小川より、三河新城、上野安中と変遷した。漢文七年、1667年第三代、品の守れも土地が乱心して最女であるでは山形藩、水野市、水野県物忠義、当時は、 岡崎藩主の娘を殺害したため海役となる。その後子孫は旗本として存続した。出雲森重王を外する家、重王は徳川頼信の不華郎となり、頼信の領地移動に伴いその領内の東,東海浜松城、金新宮城を与えられた。その後子孫は新宮城主、紀州徳川家華郎として続く。江戸詰家老の役にあり、 基本的に江戸で政務を取った。明治維新政府により、新宮藩として独立が認められ、後に断尺となった。中三木の長男の水野忠義は陸軍に入隊したが、八甲田折中公軍遭難事件で遭難死した。剣持忠元を外する家、代々剣持を名乗り定官官に詰めた。領地は、下佐山川より、駿河殿中、三河吉田、道岡崎、 比前唐津、東藤海浜松と幼稚を転々としている。長崎敬語の役目がある、唐津藩時代を除いて、幕府の養殖に就くことが多かった。教法の改革で、徳川吉宗を補佐した、泉守忠行や天保の改革を主導した、越前守忠国ら、著名な老中も輩出している。忠国以降、改革失敗の責任を取らされて、出は山形に天保となる。 なお、初代忠元が大名となったことを記念して、領地ではないが許可を得て、11代、忠国までの墓所が、山川、茨城県結城市に作られている。水野豊重、東江門。慶長三年百5 9 8年卒とその子孫についての記述が、関政府新帝六巻118項以下にある。それによると、豊重は、家康に仕え、関東違法に付き従い、 武蔵国豊島軍に治療二百十国を与えられたという。子孫は江戸旗本となっている。墓所は東京都文京区本駒込の吉祥寺。織田信夫文元町の中に水野東衛門の名があり、下国吉川郷、愛知県大府市に二百0巻文と記されているが、これを同一人物と考えて良いのか判断に苦しむ。関政府によればその境年を、はじめ十七。 後に81に作るとしており、少年は1512年もしくは1518年ということになる。実践は実施、転戦は用紙、数字は歴代小川上手、数字は歴代カリア上手。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。